こんにちは、城之関ゆかりです。私は感情を専門に取り扱っています。実は感情にはいいも悪いもないんですね。怒りや嫉妬、憎しみといった感情さえ悪いものではありません。その感情の生かし方っていうものを90分でお伝えする講座をさせていただきます。感情には構造があります。感情は自然に湧くと思い込んでいますが、実は ABC 理論といった感情の構造があるんですね。その感情の構造を学び、自分の感情がなぜ生まれているのかといったものを、根っこの部分を知ることによって、人生に起こる不具合というものに対処ができるようになる術を学ぶ内容になっています。感情の構造を知ることによってどんなことが起こるかっていうと、現実には例えば理由がわからない痛みが消えていったり、もちろん自分の力が最大限に発揮することが可能になってきますので、経済的自由を手に入れたり、今同じようなことを今の力の半分の力で、達成することができたりと、自分の人生にブレーキがかかっているところが緩まっていくんですね。すると環境や職場を変えることなく人生っていうのは前に進み出します。90分という短い時間ですが、ぜひ、感情の構造をお聞きいただくと嬉しいです。会場でお会いしましょう。